皆さんこんばんは、加藤ゴルフ TV です。本日もご視聴いただきありがとうございます。レッスンプロの加藤です。さあ、本日のテーマはですね、トップのお話。トップってトップボールじゃないよ。クラブ上げてった時のトップの位置ですね。はい、この位置の時に左腕って伸ばした方がいいんですか、曲げてたらダメなんですかっていうお話についてやっていこうと思います。今回なんでこんな話するかというと、どうしてもこうトップって腕を伸ばさなきゃいけない、伸ばしなさいよと、いう方、思っている方っていうのが非常に多くてですね、それはどうなんだろうという部分についてちょっと簡単にね、話させていただければと思います。はい、ではやっていきましょう。好評発売中、うまい。さあではね、やっていこうと思うんですけども、まず、トップってこのテイクバックしてバックスイングした切り返しと上げ切った一瞬の間のことですよね。トップオブスイングって言うんですけど、この時に腕伸ばした方がいいですか、曲げてた方がいいですかっていうお話になると、正直どっちでもいいよなって思ってしまうのが僕の意見。そのトップで腕伸ばす伸ばさないよりも大事なことが一個あって、要はこれ切り返しの際に一瞬できる形だから、要はここからここにストンって降りてくる腕の形であれば、曲がってようが伸びてようが正直どっちでもいいと思うんですよ。でここで重要になるのが降りてくる形なんですけども、この時に腕が降りてくる、こういう動きですよね。はい、これって左腕だけで見せるとこういう動きなんですけど、肩の動きですよね。肩に力入ってない状態っていうのが正しいトップの形だと思うんですよ。どういうことかちょっと打ちながら説明すると、要はこの形を作ってここからトップ上げてきましたよ。この状態からストンって手が降りてきてくれれば、フェースって構えたなりのスクエアな状態でボールに当たるわけじゃないですか。でも例えばここで肩に力が入っちゃいました、クラブが降りてきませんよってやったら、手元ってこんだけ体から離れちゃうからフェース右向いちゃいますよね。なので別にこれ伸ばしてようが緩めてようが、要はここに降りてくる形であれば何でもいい。この肩の力をいかに抜いてあげるかっていうのがポイントになってきます。ちょっとやってみましょう。では肩の力を抜いた状態です。こんなような感じで飛んできました。では今度は肩の力をちょっと入れた状態ですね。肩の力入れるとこんな感じかな、こんな感じかな。これだけ見るとさ、ルパン三世みたいな感じ、こんな感じだね。はい、こんな感じでとまあ右飛んでいくよね、当然ね、フェース右向くもん。はい、でやっぱりね、このせっかく目標方向にしっかり構えができましたよって考えたら、目標方向打てる準備できてるんだから、ね、そこに戻ってくるようなトップにしなきゃいけない。だから腕が伸びてる曲がってるどちらでもいいです。ただここで力が入らないようにしようねっていうのがポイント。左肩が自然に動く形、ね、動くくらいの形、ぜひそういった意識を持ってトップは作ってください。あくまでもトップの形がこうであるべきはありません、ね、ダウンスイングに入りやすい形をどのように作るのかをぜひ考えてみてください。はい、ということで本日の動画は以上となります。この動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。